はい、ありがとうございます。始まりました、スピーチチューブね。今回はね、あの岡山で有名なあられちゃんを特集させてもらってます。まあ、地形もまあ1億年単位で、まあ、超巨大な隕石が落ちてきて、恐竜の絶滅みたいに、そうほとんどの生物が死滅してしまう可能性も結構あったりするんですけど、はい、時間大丈夫ですか？はい、大丈夫。はい、というわけでね、今日はね、あられちゃんの馴染みのね、はい、ありがとうございます。モモスプレー、前から後ろまでガッツリ行こうかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。とりあえず先にね、すごいですね、このライト。ライトついてる。これライトやばいですね、これ。え、何個ついてる？何個ついてるんですか？1,2,3,4,5,6 個ついてるんですか？はい、あとは、7,8,9 個。7,8,9 個もついてるんですか？そのカスタム、これもすごいです。貼り付けてる。その時その時で使い分けて。使えるのはあまり良くないと思います。この中何が入ってるんですか？はい、ありがとうございます。これは簡単なモバイルバッテリー。あ、モバイルバッテリー。これ100均であるやつですよ。はい、100均。これはポータブルスピーカーで。すごい。鳴らしてみましょうか。はい、お願いします。うわっ、あ、大丈夫です、ありがとうございます。ありがとうございます。すごっ。もう音楽イズ、あれですね、ライフですよね。いろいろ入ってるんですよね。前、後ろの方ですよ。あ、いいっすね。かわいいっすね、このデジタル柄が。これ何が入ってるんですか？ちょっと中見せてもらっていいですか？こっち側。大きい方ですね。うわ、すごい。ちょっと水分補給ってことですよね。とりあえず袋とかそういうのですね。こちらに。スピーカーが入ってますね。はい、お願いします。ならない。まあ、あとあれですよ、ヒョウ柄の。ヒョウ柄、これ自分で貼ったんですよ。どこで買ったの？アマゾンで、はい、アマゾンで買ったテープを。これ何ですか、このカン、このカンカンみたいな。ゴミ捨てみたいな。まあ、キャンディーとかね。ぜひね、なんかファンの方に一言。ファンの方に感謝して、ありがとうございます。はい、だから、ちゃんと期待に応えられるように、はい、男子100メートルで世界の頂点に立ちたいです。はい、ありがとうございます、アラレちゃん。というわけで、今日はね、こんな感じでアラレちゃんチャリをね、特集しました。結構 かなりね、特殊車両かなと思います。はい、いろんなね、何かあった時のため水分補給とか、まあ音楽聴きたいなとか、物足りない時はスピーカーあったりとかね。ありがとうございます。というわけで今日はね、これで終わりたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。裏番スピチューブ始めました。
普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。